本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます株式会社ライブボード代表取締役社長の桜井でございます当社は2022年2月1日をもって設立から丸3周年を迎えましたドコモと電通のジョイントカンパニーとして始まりパートナー各社様とともにここまで事業を拡大してこれたことに対しての これより御礼申し上げます。OH 業界においても、DX 化が進む潮流の中で、ライブボードは、コロナ禍においても数多くの実証実験を行い、また、データを蓄積してきたことで、より精緻なご提案ができる準備が整いつつあります。広告主様、広告会社様のご期待に応え、また、媒体者様のご期待に応え、OH の 価値向上に少しでも貢献できるよう努力を続けてまいりますので本日はどうぞよろしくお願いいたします改めて本セミナーのテーマは DX 化が進む屋外交通広告の今デジタル OH 広告最新事例インサイトデータ業界内セッションから読み解く2022年度の OH となりますのでどうぞご期待いただければと思います 本日のプログラムをご紹介いたします。第一部は、ライブボードの私、桜井から国内外 OH トレンドとライブボードの挑戦についてお話しします。第二部は、広告主であられる TIS の足川様より、B2B マーケティングにおけるトリプルスクリーンの活用についてお話をいただきます。当社クライアントサービス部の高山もご一緒させていただきます。 第3部は当社インサイト部の小林よりデータが示す OH の世の中ごと効果についてお話しします第4部はメトロアドエージェンシーの川田専務より競争パートナーとしてのライブボードをお話しいただきます当社メディア部の絹笠がモデレーターを務めさせていただきますそれでは第1部を始めさせていただきますタイトルは 国内外 OH トレンドとライフボードの挑戦ですまず2022年のデジタル OH の展望について三点お話しいたします一つ目はメディア環境の変化についてです高校業界の中でコロナ禍で最もダメージを受けたのが OH 業界だと言えると思います こちらカルタホールディング様が毎年発表しているデジタルサイネージ広告市場予測のデータになりますが2019年から20年にかけて市場全体が32%落ち込んだとなっています取引先各社様にヒアリングをしているとこれは OH 業界全体で見てもほぼ同様の状況だと推定されますそして元に戻るにはあと2年かかると言われていますが 長引くコロナの影響によって先を読むのも簡単ではありません一方でその中でもコロナ禍において逆に好調業種だったサー a s、ARS、系つまり B2B 系の広告主を得意とするタクシー広告市場は絶好調で2022年もその勢いは止まりません渋谷のスクランブル交差点はコンテンツゲーム 美容系などの広告主で活況を取り戻し、表参道などもラグジュアリーブランド等価をむしろ増やしました。そういう意味では、OH 広告市場全体の中で、もともと大きなシェアを占めていた車両などのネットワーク型 OH の落ち込みが大きかったということかと思います。主要駅で特定のエリアをジャックするこのような施策は、コロナ禍でも好調です。 つまりインパクト型の OH はコロナ禍でも広告主の期待は高かったということですこちらはデマエカンさんのケースになりますこちらはネットフリックスさんこちらはスシローさんになりますがニュースサイトから引用してご紹介をさせていただきましたまたコロナ禍においてもコンビニエンスストア、トイレ エレベーターゴルフカート喫煙所とあらゆるコンタクトポイントのメディア化が加速しています最近ではヘリコプター広告のリリースも目にしました少し海外に目を移してみますこちら隣の中国のディオールの事例になりますがビルが丸ごとメディア化されていますこちらはウェンディの 最近の日本も含めたグローバルキャンペーンですが国をまたいだ形で町中をメディア化していますドローンによって空中ですらメディアになってきていますこちらアメリカでのポケモンの広告になりますこれらはすべてこの一年の事例になりますが改めて思うのはコロナ禍においても OH は やはり無限の可能性を持つメディアだということです二つ目がプログラマティック OH についてです欧米では OH 業界の中でプログラマティック OH という言葉がバズワード化しています多くの記事でプログラマティック OH のワードが出てきますそれはつまりデジタル広告のプログラマティック配信と近しい OH の広告枠の自動取引のことを指しますまたデータを活用したモーメントを捉えた柔軟な広告配信のことを指していますライボード o a r d は100%プログラマティック化できる仕組みを持っている日本では唯一のプレイヤーだと言えると思いますグローバルエージェンシーのレポートを見てもプログラマティック OH が デジタル OH の成長のキードライバーだと出てきますそしてプログラマティック OH はデータを活用したターゲティングやモーメントを捉えたコンテクスト広告の点で広告のニーズも高いと示していますライボードも取引の10%程度が DSP 各社様を通じたプログラマティックでの取引になっていますが我々の グローバルのパートナーであるハイブスタックさんの海外事例を一つほどご紹介します。香港のディズニーランドさんのケースになります。大学生やディズニーランドの競合のテーマパークなどに行ったことがある人たちを位置情報データで抽出し、その人たちにターゲット配信をすることにより広告接触者の来園率が非接触者と比べて1.6倍になった との調査結果が出ていますこのようにプログラマティック OH プラス効果検証という形は今後大きく伸びる領域だと捉えています三つ目がクリエイティブ表現の進化についてですデジタル広告の領域では2021年は 3D 広告元年といえる年でした皆さんもご存知の通り左が新宿 右が表参道で他社様で実施されたものですが SNS でも大きな話題となりましたまた OH と SNS の親和性の高さを十分に証明する取り組みでしたこちらイギリス・ロンドンピカデリサーカスでの韓国ブランドサムソンの 3D 広告の事例になりますやはり 広告によってこの1年でデジタル OH の広告表現が他のメディア以上に一気に豊かになりました2022年の OH 業界のクリエイティブということですが昨年に続き 3D をはじめデジタル OH のクリエイティブ表現の進化が続くかと思いますし 5G の普及などとともによりリッチなコンテンツが リアルタイムに近い形で配信されるテレビやデジタルの特性にさらに近づいていく一年になるのではないかと捉えています。ここで前半の2022年のデジタル OS、OH、の展望をまとめさせていただきます。一つ目、メディア環境の変化。コロナ禍においても OS、OH、は無限の可能性を示し続けることでしょう。二つ目、プログラマティック OS、OH、の進調。 グローバルで見てもプログラマティック応援値に大きな成長余地があるであろうということ。三つ目、クリエイティブ表現の進化。3D に加えてリアルタイム性を生かした広告表現やストリーミング配信が増えていくことでしょう。続いて、二千二十二年度のライブボードの挑戦についてです。一つ目はライブボードネットワークの進化について。 改めてですが、ライブボードには、自社で媒体を開発・運営するメディアオーナーとしての側面と、いろんな媒体をネットワーク化し販売するプラットフォーマーとしての側面がございます。プラットフォーマーとしては、2022年度、2000万 MAU に達することが予想されます。MAU とは、マンスリーアクティブユーザーのことを指します。Facebook が約、 万 MAU インスタグラムが約3,300万 MAU ツイッターが約4,500万 MAU とのことですので中期的にはそのレベルを目指していますもちろんネットワークの拡大に伴って売上の成長も必要となってくるわけですがおかげさまでコロナ禍において 今年度は前年比で二百パーセント程度を見込んでおり来年度以降も大きく成長していきたいと考えておりますライブボードはその先に大一業界でどんな存在でありたいかというのがこのスライドになります我々としては精緻なインプレッション計測をベースにしその広告枠をネットワーク販売するわけですがドコモデータを通じその効果の可視化に取り組んでおり 2部や3部でもその一部を紹介させていただきます効果があるとデータで可視化されれば DX 化デジタルシフトが進む広告主様の OH 広告への理解が深まり選んでいただける可能性が高まりますその結果 OH 業界全体の底上げに貢献できると確信し日々取り組んでいる次第です OH 業界全体の価値が高まることで 欧米などのようにテレビデジタルと並ぶ第三のメディアとして大 h、OH、が位置づけられることが当面のライフボーードのゴールですそのための基盤がどこもデータとなるわけですが個人情報保護法を遵守し個人が特定されない形で広告主様広告会社様媒体者様にとって価値のあるデータを提供できるよう日々 研究と開発を重ねております以上のご紹介させていただいた営みを通じてライブボードは生活者が外にいるあらゆるモーメントに広告主と生活者の接点をもたらせる場ネットワークを築いていきたいと考えております。続いてプログラマティック公演史への取り組みについて。 プログラマティック OS、OH、については前半でも触れさせていただきましたこちらは過去のアメリカのデジタル広告の世界で起きたドラスティックな変化を示していますプログラマティック広告市場は7年で3倍に広がりプログラマティックがわずか7年でデジタル広告市場の7割を占めるようになりました今後日本の OS、OH、市場でどう変わっていくのかまた誰もわかりませんが ライブオードはその変化に対応するための十分な備えをしていますライブオードマーケットプレイスの広告枠は大手六社の DSP 様とすべてつながっておりデジタル広告やコネクテッド TV 広告音声広告などと一緒にプランニングやバイングをしていただけるようになってきますライブオードが使うシステムはデジタル OH に特化した広告会社様や 媒体者様にとって使いやすい、極めて優れたインターフェースとなっており。これらを使い、ライブボードの運営をさせていただ、いています。ご興味があれば、いつでもご連絡をいただければというふうに思います。ここで、ライブボードが描くプログラマック高、OH、円を OH 起点、メディアプランニング起点、二つの起点で整理をさせていただきました。まず、OH 起点から。 1>, 1つ目効率設定したターゲットに基づき最適な場所最適な時間をモーメント単位で購入することができます。2つ目効果大江、OH、に投下した広告効果を具体的な KPI で常に検証できます。3つ目自動化プランニングから効果分析までが完全自動化された煩雑な問い合わせや取引の 手続きき不要になってきます続いてメディアプランニング起点1つ目オムニチャンネルメディア横断でワンストップでプランニング購入配信効果分析が可能になってきますユニバーサル日本から海外海外から日本も含めワンストップでプランニングから効果分析が可能になってきますそして3つ目オーディエンスドリブンさまざまなデータを活用し オーディエンスを中心としたメディアプランニングを加速させていきます三つ目はメディアコンテンツ企業の競争パートナーとしてのライブボードについてですライブボードはテレビメディアやデジタルメディアとは生活者にとっての接触環境も異なり対立するものでもありませんむしろそれぞれのメディアコンテンツ企業の価値を高める 競争パートナーとしてこれまでもさまざまな取り組みをしてまいりました領域もニュースや天気予報スポーツエンターテインメントアートさまざまですまた IPG 様とは G ガイドテレビ番組表広告とライブボードによるテレビ視聴率への貢献についての検証を実施してまいりました最近では 応援広告の取り組みや応援、OH、業界初の広告枠の NFT 化への取り組みなどより個人が参加しやすいプラットフォーム作りへの取り組みも始めています NFT 化への取り組みのリリース以降は海外からまたスタートアップ各社様から多くのお問い合わせをいただくなど我々の先進的な取り組みをご評価いただけたなどと捉えています 以上、ここで後半のライブボードの挑戦をまとめさせていただきます。一つ目、ライブボードネットワークの進化。生活者が外にいるあらゆるモーメントに広告主と生活者の接点を提供していきます。二つ目、プログラマティック OH への取り組み。ライブボードは100%プログラマティックへの十分な備えをしています。三つ目、メディアコンテンツ企業の競争パートナー。 メディアコンテンツ企業と競争しその価値をパーートナーであり続けたいといいとううふうに思います最後になりますがライブボードは2022年データによる OH 広告の効果の可視化とテレビデジタルと並ぶトリプルメディアの一つとしての OH の価値向上に重点的に取り組んでまいりますのでご支援のほど何卒よろしくお願いします。 またこれまでも皆さんの社会貢献活動をサポートする数々の取り組みをさせていただいてきましたしこれからも取りり組んでまいりまいすそして OH 業界もその一つではありますがコロナによってダメージを受けたビジネス例えば観光飲食ライブエンターテインメントライブスポーツなどの活性化には微力ながら引き続き貢献できればと思っております。 私桜井からは以上になりますご静聴ありがとうございました